週末の天気による交通への影響予測をお伝えします。9日土曜日は上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込み、西日本から北日本の日本海側を中心に雪が降り、午前中ほど荒れた天気になる恐れがあります。大気の状態が非常に不安定となり、落雷や突風、雹を伴う可能性もあるため、空の変化にご注意ください。10日日曜日は北陸や北日本を中心に午前中ほど雪が降りやすくなりますが、だんだんと高気圧に覆われるため午後は次第に止むところもあるでしょう。まずは鉄道の影響予測です。新幹線は天気による影響はない見込みです。続いて在来線です。北陸では9日午前は強まる風の影響、夜から10日午前にかけては北陸や東北では雪による影響により、上越線や只見線で遅延や一部運転見合わせの可能性があります。ご利用する場合は最新の運行情報を各路線のホームページからご確認ください。続いては高速道路への影響予測です。9日土曜日は東北から近畿の日本海側を通る道路を中心に雪による影響が発生する可能性があります。また夜には関東の群馬県山沿いを通る関越自動車道も雪による影響の可能性があります。高速道路を走行される場合は最新情報を確認し、運転には十分にお気をつけください。以上、週末の天気による交通への影響予測をお伝えしました。お天気の最新情報はアプリウェザーニュースからご覧いただけます。